効率性と生産性ってこうなるわけですね、はい、とはカースト制でそういうことはありえないんですね、はい、向こうは役割で綺麗な言葉で言うとワークシェアリングなんですよ。この仕事は誰からも犯されない。だからね、この考え方、捉え方によってね、全然違うんだけど、今で悲しいのはそのカーストが上がらないんですよね。生まれたらもうそれで私の同級生が右利きで、はいはいはい、ファースト全部そうですね、たくさんやりました。しおりないもんだ、いい給料もらってないですよ。いや違うんだ、どうしても雇わず、その人たちが変わらたのってないんで、というみんなに分かるわけですよ。分かるんですね、住むところも決まってる、各位今だ分かんないですね。あれもアメリカに、日本と同じでアメリカに占領されたりしたら、インドにひどかったんですね、あれ。なんかそうらしいですね。むちゃくちゃ楽しいですね。日本だって、まあ、7年間占領されたわけですよね。素晴らしく言えまして、何よりも、今風に言うとおもてなしになったかなというふうには思います。400年祭、本当に無事にこうやって皆様方のご協力で、無事に行なくなっておりまして、わざわざ大層ご協力したいので、もう、私らにとって本当にありがたいです。ご参加いただきまして、本当にありがとうございました。これを機会にですね、また改めて、高岡の町をさらに素晴らしい町にしていく。その
精神的なこの支えというか中心になるのが評価するのではないかなとは思っていますので、今後の機会がありましたら引き続きまた評価にお出かけいただきたいと思います。はい、それでは次は500年祭になるのかその時またお見かけ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。こちらこそどうもありがとうございました。こちらはお元気でした。はい。前田さんの記者時間は13時39分の白田かな分ですから、時間は十分ございますので、はい、時間で許す限りまとめて。またカーストじゃないから。笑って笑顔を取りに行きます。最近の話じゃない。ありがとうございました。これまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。